レノンの途中、レノンの途中、あるいは立天の途中とは、イタリアトレンティーノアルトアディジェ州、ボルツァーノ自治県レノンにある途中である。レノンの途中は、イタリア北部ボルツァーノ自治県の県とボルツァーノ近郊の、レノンにある。レノンの途中は、一緒ではなく、ロンゴモゾとモンテディメッツォの間にあるフィンスターバッハ川の渓谷、ソプラボルツァーノの足元に位置するカツエンバッハ、川渓谷、 およびアウナギソットにある渓谷の3所に分かれている。レノンの土中は、土の塔の上に岩を、帽子のように覆った奇妙な形状をしているが、浸食という自然現象が作り出した地形である。激しい雨が降ると、この辺りの土壌であるモレーンは急速な浸食を、受け土砂崩れを起こして削り流されてしまうが、岩の下にある土壌だけが保護され、土中となって残される。ボルノジ地には、 土中が散在しているが、レノンの土中はそれらを代表する存在とみなされ、観光地となっている。レノンの土中は、氷期の終わりに、交代する氷河に取り残されたモレーンが、侵食作用により削られて生じた地形である。モレーンは、乾燥している環境では、石のように硬いが、水分を含むと柔らかい霊状に変化する性質を持っている。激しい雨が降ると、 水分を含んだモレーンが軟化して地盤が緩み、土砂崩れが生じるようになる。さらに、雨が降り続けると、岩の下以外の土壌は、侵食により削り取られてしまうが、岩の下の土壌は、保護されて、侵食を受けず、土の塔のような形になって残される。これが土中である。地元では、土砂崩れの塔という意味の、ラーンキュルメと呼ばれている。土中の頂上に、 帽子のように乗っている岩は、途中を侵食から守る役割を担っている。途中は常に侵食にさらされているので、この帽子が何らかの理由でなくなると、途中は急速に削られて小さくなっていき、やがて姿を消す。しかし、途中がなくなった場所にまた新たな途中が生じることがある。ありがとうございます。